ジュビリー線は東ロンドンのストラトフォードからロンドン北西部のスタンモアを結ぶロンドン地下鉄の路線。ロンドン地下鉄路線図上では灰色、銀色で示されている。ジュビリー線は1930年代までにメトロポリタン線の支線として建設され、1939年にベーカールー線に編入された後ジュビリー線となったスタンモアベーカーストリート間、1979年に ロンドン中心部のチャリングクロスへ向かう路線として建設された部分1999年に東ロンドンのストラトフォードに向けて延伸された区間の3つからなる1999年開業の各駅は将来の路線再編の可能性などに配慮しトンネル断面が大きくなっている。またこの区間の地下駅にはホームドアが設けられるなど安全装備の充実が特筆される。 全27駅中13駅が地下駅で各駅のホーム延長は130メートルである。1932年に他のロンドン北西の路線と同様に急増する近郊からの通勤客を輸送する目的でメトロポリタン鉄道メインラインがウェンブリーパークからスタンモアまで延伸されたが、この新線の成功はメトロポリタン鉄道に別の問題を引き起こした。 1930年代初期までに、近郊からの輸送が顕著に改善された結果、戦後にロンドン中心部から西部へ人口が移動し、ベイカーストリートに流れ込む乗客の混雑課題が問題となったのである。当初、メトロポリタン鉄道は、エッジウェアロードに沿い、エッジウェアロード駅からウィルスデングリーンまでの路線を計画しており、現にエッジウェア、 ロード駅は8両編成対応のプラットフォーム4面が設置されるよう事前に改築されていたが、l p t b の結成及びメトロポリタン鉄道の吸収により状況が変化した。新しい案ではメトロポリタン鉄道のエッジウェア、ロード駅からの延伸案を撤回、ベーカール線の延長として、ベーカーストリート駅から北にセントジョンズウッド、スイスコテージを経由。 平行在来線の基礎駅、ローズ駅、マールボロロード駅、スイスコテージ駅を廃止するものだった。メトロポリタン鉄道は、ピーク時のベーカールー線との乗り換え用に、スイスコテージ駅を、ローズ駅をクリケットの観客輸送用に残すよう提案したが、両駅は戦時中に廃止された。この新線は、フィンチリーロード駅で、メトロポリタン線との対面乗り換えを可能にするため、 メトロポリタン線の日本ホームの間に地下から上がってくるよう計画された。ウェンブリーパークまでの区間で、ベーカールー線はメトロポリタン線の各駅停車の役割を果たし、メトロポリタン線の列車はウェンブリーパークからフィンチリーロードまでノンストップで走るようになり、所要時間が短縮された。このベーカールー遠線は、ウェンブリーパークからキングズベリー、クイーンズベリー、キャノンパークを経由して、 スタンモアまで建設され、1939年に完成した。1939年以降戦前、戦後のロンドン地下鉄ネットワーク計画には、多くの新規路線が含まれていた。この計画には、南から北東へのシーセ市を横切り、北東郊外とフェンチャーチストリート駅、ワッピング駅、ルイシャム駅、ヘイズ駅などを結ぶ3号線及び4号線の2つの、 主要路線が含まれていた。ベーカーストリート、ボンドストリート、トランァフガー、スクエアマイナスストランドマイナスフリートストリート、マイナスロジゲートサーカス、キャノンストリートを経由し、南東ロンドンに伸びるフリート線が、ビクトリア線の完成後に建設される計画を1965年のタイムズが報じた。C 線は、 ビクトリア線として1968年から1972年にかけて開業し、北東及び南西への路線建設が続けられた。1971年、新路線フリート船の建設が始まったが、経済的な問題、最終目的地の不透明さ、段階的に計画が進められた。最初の段階として、ベーカーストリートからスタンモアへのベーカールー船の、市線が、 ボンドストリート、グリーンパークを経由して、チャリングクロスに至る2.5マイルの市内中心に伸びる新路線に接続された。この新線開通により、ベーカール線のベーカーストリートチャリングクロス間の運行に余裕ができ、ベーカーストリートよりも北側の区間の増発が可能になった。ビクトリア線で始められた対面の理解をこの新線も、ベーカーストリート駅で ベーカール線との間に1979年に実現しているフリート線建設工事の一環としてベーカール線のトラファルガースクエア駅とノーザン線のストランド駅がチャリングクロス駅に統合され既存の半地表のディストリクト線サークル線のチャリングクロス駅はエンバンクメントに解消されたこの新線はテムズ川の支流であるフリート川にちなんでこの線はフリート川とは ルッチェートサーカスでしか交差せず、ロンドン中心部では別の支流であるティバーン川に沿っているにもかかわらず、フリート戦と歌唱されたが、1977年にエリザベス2世の大観25周年を記念し、保守党の1977年代、ロンドン議会選挙での公約に従い、ジュビリー戦に改名された、元のラインカラー、フリートから連想される軍艦色だったが、 ジュビリーを示す銀色に近い明るい灰色に変更された。この路線はチャールズ皇太子により1979年5月30日に開業が宣言され、翌6月1日から一般営業運転を開始した。1979年の開業はジュビリー線にとって夏季4段階の最初の段階だったが、資金不足により次の段階に進んだのは1990年代後半に、 入ってからである。蒸気案と別に、ジュビリー線をテムズ側に沿って延伸させる案が1970年代に考案された。この案は、フェンチャーチストリートから、カタリーヌドックス、ワッピング、サレードックノース、カナリー、ウォーフ、ノースグリニッチ、カスタムハウス、シルバータウン、ウーウィッチアーセナルを経由して、テムズメットに至る路線で、リバーセンと、歌唱されたが、 予想建設費が膨大だったため建設には至らなかった。土地利用の変化。とりわけ、ドックランズの再開発により、ジュビリー線をチャリングクロスから延伸する計画は1970年代から1990年代にかけて変化し続けた。結果として、ジュビリー線延伸計画は、チャリングクロス、グリーンパーク間を視線化し、既存のグリーンパーク駅から分かれる形で3段階に、 分けて1999年に完成を見ることになる。ジュビリー線はストラトフォードまで延伸され、途中に10駅が設けられた。ドックランズへの延伸にあたっては他にもこの他にいくつかの案があった。この延長により、ジュビリー線はロンドン地下鉄の全路線と交差する当時唯一の路線となったが、その後イーストロンドン線のロンドンオーバーグラウンドへの転換に伴う休止により、 サークル線とノーザン線も全路線と交差する路線となっている。チャリングクロスへの支線は現在旅客営業されていないが、グリーンパークでの折り返し運転や映画撮影に備えて現在も維持されている。既存の6両編成の列車に1両を追加するため、作業が2005年12月26日から5日間の計画で行われ。 ウェストミンスター・ストラトフォード間のホームドアが6両編成と7両編成に同時に対応できないため、作業中は全線が運休した。同時に4編成が追加、合計63編成となり、ピーク時に17%の輸送力増強、1日に6000人相当が実現できたことになる。信号システムも同時に更新されたが、工事は予定より2日早く終わり、 12月29日に運行を再開した1996系電車線当社側面図1996系電車中間車側面図1996系電車ストラトフォード駅にてジュビリー線開業時には1972型が使用されていたが1984年に新造された1983型に一部が置き換えられ捻出された1972型は ベーカール線に転用された。1983型は片開き扉で、広いドアを持つ、他の車両より乗降に時間がかかったことから、ジュビリー線の延伸を機に、ノーザン専用1995型に類似し、ジュビリー線向きに設計変更が施された1996型に全車置き換えられた。1996型には、自動放送装置と、 車内に案内用表示装置が設けられた。この表示装置は当初行き先だけが表示されていたが、自駅、乗り換え案内も順次表示されるようになり、後にこれらがスクロールして表示されるようさらに改良されている。2009年中にドックランズライトレールウェイで使用されているセルトラックと呼ばれる自動列車運転装置が導入される計画である。設備導入工事と試験は2006年末から、 行われている。ジュビリー線は、ノースグリニッチから、テムズメットまで支線を建設できるように、建設されているが、2009年現在具体的な、計画はない。現在3駅あるウエストハムステッド駅を一体化する、工事は1974年と2004年に、提示されているが、2007年に、ノースロンドン線のフランチャイズの方向性が不透明な、ため2007年に凍結されている。 路線図はロンドン交通局のウェブサイトからダウンロードできる。ジュビリー線のチャリングクロス駅のホームは残されており、ノースグリニッチ、カナリーウォーフストラトフォード間が運休される場合、3本に1本の割合で列車がグリーンパーク止まりとなり、グリーンパーク止まりの列車はチャリングクロス駅後まで改装されて折り返し、グリーンパークから再び営業される。 アーキテクチャーザビルとエンバイロメントによる駅のケーススタディにその他の駅の写真がある。かなり、ウォーフ駅、ノースグリニジ駅、サザーク駅、ストラトフォード駅。ありがとうございます。